さあここで宮崎動いていく。宮崎がまず押し上げて、ジャンマイ1コーナーで前を切っていきます。すんなりと白浜番手を下げた。ここで短期戦から5番の吉川が切り替えた。富安に切り替えあるかどうか。2コーナーからバック、富安一旦ここは九州勢に的を絞っていく。先頭宮崎浩二に変わっているが、ここはペースを流していく。宮崎がスローに落として、白浜和平5番手切り抜けた。今度は吉川がインから切り込んでいく。さあ吉川が切り込んで番手戦です。さあインを作った吉川がここで2番手をさばいていった。中村一歩遅れて3番手。ここでようやく富安も切り替え見せて、白浜和平は6番手に回されています。最終ホーム残り1周、縦1本でかけます1番の宮崎。ただ番手は5番の吉川がさばいています。3番手4番中村、あと7番の田島と続いて2コーナーからバック縦1本です。さあ6番手から白浜和平、ようやく仕掛けていきますが、この伸び足はどうか。かかっている1番宮崎の先行です。番手吉川好展開、まくる白浜切れず、むしろ富安が合わせていきますが、まだ先頭宮崎、番手5番の吉川で4コーナー待った。後ろから4番中村も迫りますが、先頭宮崎押し切ってゴリ、2着5番の吉川悟。さあ動いた6番車布井がゆっくりと上昇。レースは残り2周を切ります。赤番杉1コーナーでまず布井が一旦前を切っていきそうです。誘導を切って6番車布井がまずペースに入っていく。インコース鈴木伸幸は3番手内で粘ったか。さあその外に3番車小原と絡んでいく。九州勢と中部勢は中段の攻防。さあジャンが入って、これで布井翼どうやらマイペースに持ち込んで鈴木布井翼の先行です。マークは4番乾、3番手まだもつれていきます。人気の2人で5番の鈴木と3番車小原、この2人が中段を取り合う格好です。スローな流れでレースは最終周回に入ります。さあペースを落として布井翼、どうやらスローペースのまま最終ホームを通過。ここで最後方しびれを切らして1番の長谷隆が追い上げていく。さあレース後者長谷が動いていきますが、布井が合わせて2コーナーからバック。さあ布井の先行、番手4番の乾が無風で回っています。3番手は取り切った3番の小原、鈴木伸幸は後方に下がっています。最終バックを通過して逃げる布井翼、番手は乾翔平、3番手射程圏は小原ですが、まだ仕掛けはありません。後ろから西野猛追ですが、4番手まで直線コース。さあこれで好展開、4番乾が抜け出してくるが、間割って小原の強襲、ゴール前どうか。わずかに4番乾か。中段で福田新平も合わせていきました。さあ軌道型3人、少し見合った形から1番の福田が前に出た。福田が切って、さらに流れに乗って3番車小岩が抑えていきます。ジャンマイ2コーナーで3番車小岩を抑え切りました。これを流して福田が中段ですが、ここで一気に平川慎太郎を仕掛けていきます。さあジャンで平川が抑えていきます。今度は平川が抑えて先行、これを流して3番車小岩が絶好の3番手です。福田新平6番手に回されているが、さほどペース上がっていない。どうやら福田新平ここから仕掛けていきます。前で合わせて広川慎太郎ですが、ここで一気の仕掛けは福田新平、これは強烈な勢い、一気にかましていきました。さあ福田のかまし、乗った山田、さらには杉山と続いて中部の3人で切っていきます。ここに飛びついた平川ですが、4番手の3番手のインコース、2コーナーからバック3番車小岩7番手です。先頭1番の福田がかけて、これで好展開は山田昭久、3番手まだもつれていきます。平川と杉山ですが、まだ平川が3番手でこらえている。4コーナーから直線、さあ先頭福田新平、好展開山田、山田がどうやら抜け出す。2着争い外から3番車小岩の強襲。
一旦中段で今村凛太郎の動きを抑えています。さあレースは残り2周赤番のホームを通過しています。中段一旦並走を取ります7番の伊藤アルト。当面のライバル今村凛太郎を内に封じ込んでジャン前の2コーナー、前はまだ2番の山田が構えていますが、伊藤アルトあくまでも中段を抑えている。さあジャンとともに7番車伊藤が仕掛けました。ジャンの3コーナーどうやら抑えていく。山田優也どうする、ここは流して中段狙いか。すかさず今村凛太郎の巻き返しですが、ペース上がって4コーナーカーブ。さあ番手増田が離れてしまった。増田がここで中段に絡む展開です。今村凛太郎飛び出しますが、これはもう短期逃げ。これで好展開7番の伊藤新です。増田哲夫がインに潜り込んで今度は4番手をさばきますが、ここに2番の山田が絡んでいく。中段もつれて最終バック、しかし今村凛太郎の短期逃げ、これを生かして一気に番手まくり。7番の伊藤が抜け出します。さあ伊藤新先頭、番手玉手翔、後ろは5番の増田がさばいています。山田優也後方に下がって4コーナーから直線。さあ伊藤アルト玉手翔、しかし伊藤が振り切った。伊藤アルトゴリ、2着3番の玉手翔。一旦切っていこうという流れか。残り2周今赤間を通過、ここで奈良原がしっかりと抑え切りました。九州3人出ていきます。悠然とここは脇本番手を下げまして、当然ここは岡山勢中段中段に切り替えていきます。2コーナーからバック、脇本は流して後方7番手、前後夫人が入れ替わっていますが、徐々に奈良原雄介ペースを上げていきます。ジャンが入ってペースを作る4番奈良原、3コーナーここでやや踏み込んでいく。縦1本このままですと秋元勇気7番手です。先頭奈良原がもうここは腹をくくって先行勝負です。さあ奈良原がかけていく好展開。山口です、早くも秋元のロングスパートだ。さあ秋元勇気渾身のロングスパート、3番手から2番手張っていく山口でしたが、ここは秋元がねじ捨てる。ただマーク山崎が阻われている。2コーナーからバック切り替えて3番山口が2番手に上がりました。さあ先頭その間に後続を突き放した秋元勇気、三者身のリード、懸命に差を詰める山口貴弘、3番手山崎照信、追い上げて2番の平瀬康之、縦勝負直線コース。先頭脇本幸どうやら振り切った。脇本幸先頭差を詰めた山口ですが、脇本先頭五輪、2着3番の山口貴弘。赤番のホーム、ここで一気に踏み込んだ大中拓磨、赤番からかましていきます。さあ近畿3人ができて反応した1番の大谷がこれで中段の4番手です。ややペースが上がってジャン前2コーナー。さあ大中が少し流し気味ですが、まだ隊列は縦長く伸びている。さあ大中がこのままかけるか。大谷やしげ4番手ですが、ちょっと車間が空いている。宇流高友が7番手です。2センター4コーナー、さあここでグッドペースが上がって大中拓磨が逃げる。大中の先行、これで好展開鮫島ですが、射程圏の4番手が大谷、7番の宇流が7番手です。最終ホームを通過。さあ大中奮闘番手、やや車間を切った9番の鮫島後続を引きつける。ここでようやく大谷が踏み込んで2コーナーからバック、しかし合わせて鮫島が番手まくりだ。さあこれで近畿勢の2段掛け、3番手に大谷、後ろから宇流も猛追ですが、さあ大谷3番手ながら内から3番の引田が救っていく。なんと大谷いきれません。4コーナーから直線。さあ先頭9番の鮫島、鮫島踏ん張った2番手以下混戦、鮫島浩二ゴリ、2着は5番のドーブルが踏ん張ったか。
まず日野博之が広田氏に注目をつける。残り2周今800を切ります。さあここで前に出ました日野博之、誘導を切って先行体制、流れに乗って藤田大輔、切り替えていく中川としまさ。広田氏は5番手のインコース粘ってジャン前の2コーナー、しかし緩んだところで中川としまさ、どうやら仕掛けていきます。さあ中川がジャンで切って、さらにここで広田氏の反撃、前は中川としまさ合わせていきます。広田の巻き返し、しかし中川突っ張っていく、追い上げた広田、一旦ここは足を溜めるか、切り込んでいく7番のタチが中段取りアシストか、しかしちょっと中部で連携乱れた。これでタチ安森3番手に切り込んでいます。広田氏はその後ろ5番手、内で8番の日野が抵抗、2コーナーから向こう正面かけるのは近畿勢5番の中川としまさです。番手3番の武田哲司、あとは7番のタチが3番手です。広田は完全に後方に置かれてしまった。先頭5番の中川、番手武田ですが、今度は自力に転じて立安森まくり浮かみ、4コーナーから直線です。合わせて武田哲司混戦ですが、後ろからどうやら7番の立が抜けた。立安森合流、内から9番の大沢切り込んで2着。さあ窓場がまず先手を取ろうという感じで、レースは残り2周、赤番のホームを通過です。さあここで窓場が一旦前に出ました。流れに乗って西村浩太3番手、その後ろから市橋周とも早めに仕掛けていく。2コーナーからバック、窓場も応戦しますが、ペース上がったところで市橋が叩き切った。さあ市橋が抑え切った、しかしペースが流れたところで、ここは佐々木龍の仕掛けどころ。ジャンの3コーナー、佐々木が一気にかましていきます。これを送り出して市橋周と飛びついていくか。4コーナーから直線、さあ佐々木龍が飛び出しました。関東マーク陣もぴったりと続いて、ここに切り替えていく3番車小坂井、飛びついていく1番の市橋ですが、4番手で絡んでいく。1コーナーから2コーナー、先行は6番の佐々木が取った。中段4番手、ちょっとここは攻防戦だったか。3番車小坂井と1番の市橋が道に潜り込んだ。外からは3番の小坂井、後方からは9番車窓場も仕掛けている。3コーナーカーブ、さあ先頭佐々木を捉えて3番小坂井ですが、後ろから9番窓場がまくり横に、内から1番の市橋が救って直線コース混戦状態。しかし外を伸びた9番車窓場近いるが抜け出した。2着はどうか。8番西村浩太の追い込み。伊豆谷元気が先端開きますが、残り2周赤番のホーム、ここで3番手から上田も合わせていく。さあ上田が切ったところを生かして6番の伊豆谷元気が前を叩いていく。佐藤隆二がこの3番手に切り込んでいった。さらに内について5番の天貝、あるいは外7番の箱田、中段もつれていく。中段3者並走、真ん中に5番の上田高也を置いて中段もつれていきます。さあジャンが入って伊豆谷元気一旦ペースに入れていますが、中段混戦の中で、おっとここで9番車上田高也が仕掛けていくか。外並走箱田が遅れを取っている。その間にペースが上がって伊豆谷元気逃げ奮闘、マークは4番の松岡好展開です。佐藤隆二3番手、追い上げた9番の上田ですが、現在外並走苦しい流れ、内で5番の天貝が抵抗、2コーナーからバック。先頭6番の伊豆谷、番手4番松岡、ここで番手スパートだ。番手発進、松岡敦也の番手まくり、これに乗った佐藤隆二高一2番手に上がっている。3番手に切り込んだ天貝、外に9番の上田絡んでいく。4コーナーから直線です。さあ先頭松岡好展開佐藤ですが、さあ松岡先頭ゴール、振り切ったか。差を詰めた1番の佐藤隆二。
さあ北日本勢先端を開いてレースは残り800、赤番刑事から6番車橋本が動いています。切り替えていく3番車藤田、さあ残り2周から切って6番の橋本が先行、しかしすかさず藤田も反撃、さあ藤田も積極的に前に攻めていく、2コーナーからバックすかさず行った3番車藤田が前を叩いていく、この流れを見切って川口誠司が今度は叩き返す、さあジャンが入って川口誠司が今度は叩き切ったが、これはちょっとハイペースの流れになっている。この流れから今度は片岡雄志が一気に仕掛ける、4コーナーから直線叩いているのは7番の橋本です。坂本、さあ片岡雄志が叩いていた、さあ片岡の先行か、しかし川口誠司合わせている、両者もがき合っている眼光状態、2コーナーからバック川口合わせ切りました。2番手8番の伊藤正樹です。後方からは6番の橋本がもう一度まくり返しますが、先頭川口、番手伊藤正樹、3番手は3番の藤田が取っている、後ろは5番の三谷誠司、中部勢1番の川口、番手8番伊藤ですが、3番手3番の藤田が踏み込んで直線、先頭1番の川口誠司、真ん中5番の三谷が突っ込んできた、ゴール前広がっています。かけ水の仕掛け、ここに7番中島切り替えていく、さあ残り2周、一旦寺崎もペースを合わせますが、まずかけ水が切った、この流れからどうするか、おお、ここは増井が後続の動きを阻むような動きを見せて寺崎康平3番手にはまっている。ちょっと中島が仕掛けきれないか、しかしもう一度仕掛けていく、さあ中島の仕掛け、しかし前はペース上がっている、6番かけ水がこのまま追いかけていきます。おお、ここは寺崎康平射程圏の中段です。なんと寺崎射程圏の中段、しかし4コーナーから早くも行った、ホームから仕掛けます。寺崎康平ホームから叩いていく、前でかけ水も応戦ですが寺崎叩き切った、マークは四季尾拓也、3番手増井ですが、うちで6番かけ水も抵抗、さあ今度は5番の佐藤が反撃を期す、2コーナーからバック、しかし寺崎康平さらに二の足加速していきます。これが強烈な加速力、寺崎康平先頭、番手四季尾拓也、3番手増井、あとは5番の佐藤浩二、4コーナーから直線です。さあ寺崎先頭ですが、番手四季尾がかわせるか、ゴール前は接戦並んでいます。最後はハンドルの投げ合い。